ユアは仕事以外でどんな感じなのかあまり想像がつかないな。そうですか？ごくごく普通の女の子ですよ。じゃあ休みの日は何をしていることが多いんだ？そうですね、お家でアイドルの DVD を見てることが多いかも。アイドルが好きなのか？はい、ユアアイドル大好きなんですよ。アイドルが好きなのは男だけかと思っていたが、女のファンもいるのか？もちろん、最近女の子のアイドルファンがすっごい増えてるんですよ。可愛い女の子たちが一生懸命歌って踊ってるのを見てると元気をもらえるんですよね。そういうもんなのか。はい、キリュウさんにもおすすめですよ。あ、今度貸しましょうか？そこまで言うならぜひ借りてみよう。わあ、本当ですか？ああ、ユアのことをもっと知るきっかけになるかもしれないしな。キリュウさん、ありがとう。ユア、キリュウさんのその気持ち嬉しいな。ますますお仕事も頑張っちゃおっと。よろしく頼むぜ。それにしてもユアがそこまでアイドルが好きだったとはな。まあユア自身元アイドルだし、だから気になるってとこもあります。そういえばそんな話を聞いた気がする。本当にアイドルだったのか？本当ですってば。こう見えて結構人気だったんですよ。そうなのか。それはすごいな。だが人気があったんならどうして辞めたんだ？どうしてだと思います？キャバクラの方が合っていたからか？正解。すごい、キリュウさん、ユアのこと何でも分かってるんだね。ユア検定3級をあげます。それはいらん。で、きっかけは何だったんだ？実はアイドルってトップアイドルは別だけど、そんなにお給料がいいわけじゃないんです。だから生活費欲しさにバイトのつもりで始めたのがキャバに入るきっかけです。そうしたらなんか私すっごいやってたみたいで、すぐにお店のエースになっちゃったんです。アイドルは昔からの夢だったけど、自分のいるべき場所はここなんだなって。それが辞めた理由かな。私に合ってる場所はキャバクラだと思ったんです。そうか、キャバクラで輝くのも誰にでもできるもんじゃねえ。ユアがキャバクラ選んでよかったと思えるんなら、それが正解なんじゃねえか？うん、ユアは間違ってなかったと思うよ。おかげでキリュウさんにも出会えたしね。うまいな。やはりキャバ嬢はユアに合っているんだな。あまり想像できないんだが、アイドルってのは普段どんなことをするんだ？いろいろあるけど、基本は歌とダンスですね。ライブしたりレッスンしたりって感じです。それ以外だと握手会とかファンの皆さんとの交流イベントみたいなものがありますね。ほう、握手会か。確かにファンは嬉しいかもな。すっごい好評でしたよ。あとはグラビアとかかな。グラビア？はい、可愛いビキニとか着れるんですよね。結構セクシーなのもあったな。セクシービキニ？キリュウさん？
いやすまん。だがどれもファンにとっては魅力的だな。似たようなことをやればうちの客たちも喜ぶもんがあるかもしれないな。確かにそうですね。放射員でやるとしたら何をやろう。ビキニ祭りの開催だ。え、それってキャストがみんなビキニってことですか。ふん、まあそうなるな。へえ、なんだかちょっと楽しそう。かわいいビキニだといいな。ふんふんふん。でもユアは全然大丈夫だけど、他の子の中には嫌がる子もいるかもしれませんよ。うん、やはりそうか。ちゃんと説得すればいいかもだけど、今みたいに桐生さんがビキニが見たいってだけじゃダメかも。お、俺は自分のために言ってるんじゃなく、客の笑顔のためにだな。はいはい、なら説得頑張ってくださいね。しかし最近のアイドルってのはいろいろやるんだな。俺の時代とは違うぜ。桐生さんの頃のアイドルってどんな感じだったんですか。今みたいに大勢のグループってのはあまり多くなかったな。それに直接会えるような機会なんてほとんどなかった気がするぜ。へえ、そうなんですか。桐生さんも青春時代好きなアイドルとかいたんですか。確かに好きなアイドルはいたな。誰ですか？誰ですか？まあ、国民的人気のあったアイドルさ。そこまで入れ込むことはなかったかな。へえ、桐生さんにもそういう時代があったんですね。やっぱり桐生さんも人間だったんですね。おいおい、俺をどんな風に見てたんだ。キリュウさん、大阪のお客さんってアグレッシブな人が多いんですかね。ん？どうかしたのか。前の店の時よりも積極的な方が多くって、この前も何もない日にプレゼントくれたりとか。ほう。だがそのくらい他の店でもありそうだが。それが、そのプレゼント、なんと車だったんです。おお、車だと。はい、さすがに慌てちゃいましたね。車をプレゼントなんてなかなかできるもんじゃない。それだけユアは愛されてるってことさ。そうですね。もちろん車はお返ししましたけどね。でも嬉しいけど悪いなって気もしちゃって、こんなことまでしなくても愛は伝わってるのにって。ならそれを言ってやればいいさ。客からの気持ちが一番嬉しいのと同じように、ユアからの気持ちが客も一番嬉しいはずさ。キリュウさん、確かにそうですね。ユア、感謝の気持ちをもっと伝えようっと。うん。ああ、きっとみんな喜ぶさ。しかしユアはモテるみたいだな。言い寄ってくる客の中に気になる奴はいないのか。
みんないい人ですけど、恋愛対象に思える人はいないかな。ユアの理想が高すぎなのかな。どんなタイプがいいんだ。強いて言うなら、かっこよくて、優しくて、強くて、お金持ちで、白馬に乗ってる王子様かな。目の前にユアの理想の男がいるぞ。え、キリュウさん、白馬に乗られたりするんですか。あ、いや、それはまだ。そっか、残念です。それ以外の項目は完璧なんですけどね、キリュウさんは。そんなに白馬の項目が大事とはな。でも、キリュウさんが白馬に乗ってくれれば、完璧にユアの理想の人ですよ。ほう、白馬か。どこかで探して乗ってみるか。頑張って乗りこなしてくださいね、王子様。しかし客からの人気もかなりのもんだ。やはりユアはキャバ嬢としての才能があるんだろう。自分でも合ってるなとは思います。でも才能があるかっていうとどうだろう。どうしてそう思うんだ。だってユアボンミスが多いんですよ。ドジっ子だし、細かい失敗も今もたくさんしてます。特に困ってるのは、お客さんの名前をよく間違えちゃうことなんですよね。間違える。うん、キリュウさんも最初はキリナマさんだと思ってたし、ソウテンボリもアオテンボリって呼んでたし。ユア、さてはバカだな。うん、そんな直球で言わなくても。まあ確かに頭良くはないですよーだ。ブン。すまんすまん、ちょっとからかっただけだ。俺はそういう抜けてるところもユアの魅力だと思うぜ。そうですか。ああ、だが人によってはそれを失礼に感じることもあるかもしれない。ユアが気にしてるんならもう少し勉強してもいいかもしれないな。そうですね。その時はキリュウさんも手伝ってくださいね。お安い御用だ。ん？あれあれあれ？どうかしたのか。早速ですけど、この漢字読めないな。仕方ないな、ユアは。どれ、俺が教えてやろう。うわ、ありがとうございます。これなんですけど。この文字か。うん、お寿司屋さんって難しい漢字が多くって、ユアってダメな子だな。この文字は、これはブリだ。へえ、そうなんですか。キリュウさんすごい天才。まあこの程度は朝飯前さ。ユアブリのお寿司大好きなんだ。頼もうっと。おう、頼め頼め。キリュウさんは何でも知ってるんだな。これからもユアにいろいろなこと教えてくださいね。ああ、何でも教えてやるぜ。
キリュウさん、ちょっと相談してもいいですか？もちろんだ。どうかしたのか？実は最近、いつも人に見られてる感じがして。何？ストーカーとかか？はじめはユアもそうかと思ったんですけど、実はパパラッチみたいなんです。パパラッチ？芸能人のプライベートとかを撮って売る連中か？はい。ユアがキャバ嬢やってることを記事にするんですかね。そうか、ユアはアイドルだったし、記事のネタにされるかもしれないな。別に記事になることは構わないんですけど、好き勝手取られて書かれるのは嫌だな。俺が守ってやる。え？キリュウさんが？ああ、ユアを勝手に取ってネタにするなんて、店長として放ってはおけねえ。それに世の中には危険な奴も多い。ユアに何かあったら困るからな。キリュウさん、ありがとうございます。実はちょっと怖かったんです。キリュウさんがいてくれるなら安心だな。しかしパパラッチに追われるなんて、ユアはかなり有名なアイドルだったんだな。そんな有名でもないよ。そこそこだよ。まあでも無名ってわけではなかったかな。だったらアイドル時代のファンも店に来てくれたりするのか？うん、昔から応援してくれてる人は今もお客さんで会いに来てくれるよ。特にユアが人気なかった頃から応援してくれてる人はすごく大事にしてるんだ。客思いのユアらしいな。ファンを大切にする姿勢はアイドル時代から変わらねえんだな。本当ですか？アイドルはファンに好かれてなんぼだから。どうやったらファンの人たちが喜んでくれるか、毎日毎日そればっかり考えてたんです。もしその経験がキャバクラにも生かされてるんだとしたら本当に嬉しい。生かされてると思うぜ。これからも大事にしろよ。はい、もちろん。アイドルからキャバ嬢になったが、ユアは将来どうなりたいとか夢はあるのか？夢ですか？ベタベタですけど、可愛いお嫁さんかな。ほう、結婚願望はあるんだな。ありまくりですよ。白馬に乗ったいい人がいたら結婚したいな。ユア、すっごい尽くすタイプだと思うんです。旦那さんの希望に何でも応えちゃうんだ。何でも？あ、参考までに聞きたいんですけど、キリュウさんがユアと結婚するとしたら、キリュウさんはユアに何してほしいですか？何してほしい？何してほしい？キリュウさん、ブツブツ何言ってるんですか？え、あ、いやいやいや。もう聞いてました？
何してほしいかって聞いてるんです。うん、うん、何かしてほしいところだが。え、どういうことですか。いや、なんでもない、気にしないでくれ。ん、変な桐生さん。しかし前の店でエースだったユアがうちに来てくれて本当によかった。ユアも放射員に入れてよかったって思ってます。本当か。うん、ユア放射員大好き。おお、放射員のどんなところが好きなんだ。店長さんなんですから当ててみてくださいよ。いいだろう。そうだな、みんなの仲がいいところじゃないか。確かにそれも正解。みんなすごいいい人だし仲良くて楽しいよ。それもってことは何か他に正解があるのか。うん、一番はね、お客さんを大事にするところかな。客を大事にするところ。うん、前のお店は高級店でお金持ちの人以外は入っちゃいけないって感じだったんです。だからアイドル時代のファンの人の中にはお店に入れない人もいて。そうだったのか。でも放射員はお客さんを選んだりとかしないじゃないですか。そういうところがすごく合ってるなって思うんだ。客思いのユアらしい回答だ。今はアイドルじゃないけどお客さんにとってアイドルみたいな存在ではいたいなって思うの。アイドルはお客さんに夢を与えるもの。だからユアはこれからもお客さんをたくさん幸せにしてキャバ界のアイドルになるんだ。もう立派なアイドルだと思うぜ。幸せにしてやる。じゃあ
今日は一緒に帰るか。安心しろ。何があろうと岩は俺が守るんだ。何があろうと岩は俺が守るんだ。